ロッテは落ちると言われて1ヶ月、まだ首位にいる要因は何なのでしょうか。なんでなん？知らん。まあそのうち落ちるやろ、焦ることはない。交流戦明けから落ちるイメージや他の2チームも微妙だから。ロッテはそのうち落ちる、まだ首位ソフトバンクはそのうち上がる、まだ3位、落ちても3位までやろ。思ったより日ハムが上がらんのよな。楽天西武はもうダメそうやし、やっぱ絶対的エースいるチームは強いんやなって佐々木山本がね。ロッテは怪我人ゼロでリリーフ酷使しながら運だけで勝ってるだけだから、夏場になったら大失速するって楽天ファンの有識者が言ってた。怪我人ゼロでリリーフ酷使して運だけで勝ってるのは楽天の方程式。過密日程については吉井も把握してるから、勝負どころはもっと先に来るって。今は投手も野手も全然無理させてない。ファンやけど交流戦でズルズル行くと思ってたで。ただ持ちこたえたからオールスター前までは耐えるかもしれん。監督変わって3年連続優勝争いなら立派に強豪よ。打線弱すぎて無理やろ。投手で持ちこたえてるけど夏場に必ず落ちるよ。打率も得点もリーグ3位定期。監督でも能力ありそうって吉井はすごいな。落ちるとしたら増田が打たれ始めた時だわ。毎年オールスター明けくらいから疲労で調子落とすから、その時に吉井がどう対処するかで決まる。